牽制しますね、ももちくんも。それはあれですよね、向こうがセス使ってきたら俺も出すよってことですかね。どうなんでしょうね。でもそう、ももちセスはあり得るんですよね。やっぱりちょっと雰囲気的には、いやそんなことはないか、普通すぎる。普通開幕でしたね。セス同キャラやりたいって言ってた人は普通にコーリー選んでましたね。ノータイムでしたからね今ね。出させようとしてるんですかね、もしかしたらセス来い。ちょっと牽制をしましたが、最初の組み合わせはベガ対コーリンという組み合わせになりました。このドグラ対モモチ、ただ一つ注目していただきたいところがあります。モモチのコーリン V スキル2を選んでました今。あれ V スキル2といえば投げですか。投げですね。おお、相手をまあツタンゲージをフリーズ状態にして、ほら見てください右下ですね、2になってます。これどう響くんですかね。そうですね、今回ももちくんコーリン結構使ってますけど、はい、それ今までずっと1でしたよね。そうですね、やっぱ2ってその、まあ、投げ打撃投げというかそのガード崩しにはなるんですが、はい、その状況があまり置き止めがあるわけではないというところで、どうなんだという評価は分かれているところなんですが、ここで使っていきました。ですね、このフリーズ状態になるとスタンチが回復しなくなるといったやつですね、はい、よりどっしりした展開に持ち込むための V スキル2なんですかね。これはそういうことなんですかね。 V スキル1だとあの局面でターゲットコンボ当てた後、はい、置き攻めにできるんですけど、うん、置き攻めを放棄してこのフリーズを選んだってことなので、はい、まあ、時間を使う構えではありますよね。待ち合いをやっていく。おっとここでヘルズワープ、しっかりとこのしゃがみジャックパンチで返していきました。そしてこの最初に決めた V スキル2、このフリーズを生かしてスタンまで持ち込んでいった桃地。いや桃地くんらしいですよね、あの一発目の裏回りに対して。もうフリーズ、まだフリーズ、確かに解けないですね。なんかおかしいぞ、ずっとフリーズしている凍り続けましたドグラ。もう一回フリーズしたでもずっとフリーズしてましたね今。スタンチゼロでもフリーズしてるんです ね、あれってずっと白かったですからね今ね、ドグラのベガが。いやこの V スキルほとんど見たことないので、はい、こんな展開になるんですね。そうですね、彼が時間を使っていくのはももち、ゆっくりとした展開を得意としているプレイヤー。やはりその見てから止めるっていうプレーに対して、うん、ももち君は本当1番と言ってもいいくらいどっしり構えているプレイヤーでありますし、はい、相手のそういう行動をとがめるのが得意な人なので、まさにいいところが1ラウンド目から出てるなっていう印象ですね。またしてもフリーズ、グレーチャルスローも含みましたが、すぐさまドグラが EXW2 で返してきました。技を当てることでこのフリーズ状態を解除することができます。画面足に追い詰めているのはドグラ、しかしここは一旦距離を取る。アブソルートゼロの発動も警戒しているでしょうか。タチクマチダッシュを止める。V タイマーを温存して攻め込んでいきます。中足から発動、桃地の体力はわずかですがゲージが3本溜まっている。走ってきた、これはいい。パラベラム、パラヒョウリ、表、これはガードしている。サイコグラッシャーで突っ込んで、わーめぐりサイコ許さない。おお、ナイスなんだ。置き攻めどうする、ジャブでフィニッシュ。ここまでドグラが再三見せてきました、受け身に対する、サイコグラッシャー重ねによるめくりに対して、なんと発生1フレームの開始技 EX フロスタッチで取ってきましたね。取りましたね。でもあれ入力すごい難しいはずですけどね、もしかしたら2回入力して出してるくらい。なるほど、今おそらくクロスアップを取ってたんで、うん、そうですよね、めくってるように見えたんですが、しかも、はい、やっぱりさんもちゃんと対策としてその上なんですね、当て身が。ああ、はい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 、今日の当て身では取れないってことをしっかり分かっている。対策バッチリの動きでした。しかしこのラウンドはドグラのベガが圧倒しています。画面足、やはりベガの火力が一度効けばこのような展開にはなる、ね、クーリンはやはりあの無敵技持ってないのでね、はい、どうしても博打的な当て身に、ね、頼らざるを得ないので、一回寝かされるとちょっと苦しい展開が続いてしまうと。ドグラもしっかりその解消で読んでましたからね。これでパラベラムにつないでいくのはももちプレッシャーをかけていきます。画面足、スタンチも溜まっています。ドグラは一旦しゃがみジャックパンチを返して、スタンゲージを回復することに成功。デビーリバーからの攻めに展開していきます。打ち出し、ダブル2、そして置き攻めは立ち強キック。もう一度はガードでしのいでいく。 VD
トリガーも溜まっています。もう内どう使うか。そうですね、相手の技のリーチが長いので、はい、ちょっと簡単には発動させてもらえてなかったですね。ここで発動、おっと確認ミスですね。上から、あーこれはまずいぞ。攻め込んでいく、受けも取らないか、ジャッキック、ベガの受けも取らないか、ダウンがかなり見づらいというところを生かして暴れてきました。 EXW からの最高クラッシャーでフィニッシュです。取り返しました。見えてましたね、リーサルまでのプランが。ベガウィン、やっぱり試合展開自体はゆったり流れてるなって感じしますよね。ベガもやっぱりあの機動力があるキャラではないので、はい、お互いそういった意味では武器は似てるのかなと。ただリーチがやはりベガのがあるので、はい、その分ちょっとコーリン側が最初のファーストタッチの部分で遅れを取ってるなって印象ですね。今回もドグラが先手取りましたが、モモチは投げ暴れで返していきます。上から、おっとおっと、そして投げ、ももちの飛びどころもかなり効いてますかね。効いてますね。相当突進してから飛んでるんで、やっぱりちょっとドグラッチの対応を惑わされているというような展開です。画面足の攻め、ここは V トリガー発動するためにターゲットコンボ出していきました。クラッシュカードヒット確認から打撃、投げ技のサイコチャージを匂わせながら打撃を通していく。そして通常前から有利な状況を作ってさらに攻めていきます。無敵顔を使って打撃、あこれチャージでダブルアップするのか、めくっている、これは無理だ。2回目、そして早めに爆発させることで確実に倒しきれるという展開を作りました。なるほど、はい、あれもそのなんか次元爆弾で勝手に爆発してコンボがめっちゃ安くなったりするんですよね。そうですよね、それをやめるためにダウン中に起爆しておくという非常にいい技術が出ましたね。コンボを安定させるという、はい、効果があると。なんか投げようとして爆発しちゃって何もないみたいなとかたまにあったりしてるんで。なるほどなるほど、はい、めっちゃ損しますもんね。そのうち安定を取りましたね。非常にいい判断でした。手持ちが上から攻め込んでいく、ゲージも溜まっています。やはりどっしりとした展開になっていますね。これはどうだ、反撃、しかしちょっと信じられなかったか。打撃からじゃ投げにつないでいきますが、ジャンプで逃げる持ち、わーっと9時1、これ美味しい。 EF パラベロ2択に行くか、いやここは2ゲージコンボ、 V トリガーアブソリュートゼロを抱えた状態で画面足に追い詰めていきます。こういったオーバーキックを読んだバックジャンプだったんですけれども、ドグラの投げ、タッチに対して投げが決まる。もう一度投げから置き攻めがつながります。あこれはでかいな。タイマーを温存しながらもう一度攻め込んでいきます。ここでアブソリュートゼロ終わりました。あっとダブル2から最後使わず壊しい、マジか。だから中足どうなる、ブラスト弾抜け、うーんここはガードしっかりと冷静に判断対処をしました。ドグラ派生出していきましたね。一発勝負っていう感じだったんですかね。そう、まあそうですよね。そのチャージもその V トリガー中でもありましたしね。ドグラ、あのドグラの側の攻めも熱くなってるところだったんで、はい、そうですね。そしても勝負の手でしたが、ここはドグラ冷静にガードでしのいでいきました。やっぱりあの地上の技が当たってますね、ドグラ側の。それで気持ちよく試合ができてる感じしますね。あと桃地君側のトリガーがあんまり効果的に生きてないですね、はい、うん、やっぱりその本戦ではパチキオパンチなんかのクラッシュカウンターというのはそうですね、全然しないですね、うん、確かあのベガ側が中足とかで立ち回ると、はい、ダイバーはやっぱ当たりづらいらしくて、なるほど、 そこも関係してるんでしょうね。ここは生の V スキル使っていったんですけれども、打撃を当てることでこの FD 状態を解除していきました。ドグラ使う、やっぱり見慣れてないとあの V スキルも通ってしまいますね。そうですね、いや何が来るんだろうって身構えちゃいますからね、やっぱ分かりづらいモーションだと。大会であの V スキル選ばれても多分ないと思うんですよ。そうですね、初めてでしょうね。アブソリュートゼロを展開していくのはモーチですが、体力差ちょっとついています。時間も減ってきている。タッチクマッチ殴り合いになってプレッシャーかける、うろうろしての投げ、投げ抜けを押さないと踏んで踏み込んで投げたのはモーチですが、中足さあ、あと一発でここまで来た。立ち強キックの膝が通った膝そこで膝か、で
ここまで結構ああいう勝負の場面でですねドグラがしゃがみジャッキックをちゃんと重ねているんですよね。はいはいはい、そうですね。そのフロスタッチっていうその当て宮と協力ではあるんですが、相手の下段とその下段じゃないかっていうのを読まないといけないので、いい膝でしたよね。いい膝でした。はい、ドグラが優勢に進めています。そしてアックスの、あっ、そう、差し返すようなダブルに、そしてバックステップ。ももちの体力は残り半分。ここでいい発動の仕方したいですよね、ももち君は。しここでドグラのダッシュが通ります。やはり当ててしっかりダメージにつなぐ V トリガーが必要か。あ、でもこれでそうね、画面端まで来たんでガードの上からでも OK ってことですね。これがチャンス、投げ抜けている。ドグラの V トリガーも溜まっています。あ、うまい、しっかりとついに身を結びましたね。何度もこういったフォーバー読みバックジャンプ、これまではあまり効果出ていなかったんだが、ダッシュ熱いてねー。そして発動2択、下段、これはガード。ももちどうする。いや、これピンチですね。ゲージがやっぱあるので、はい、1回 EXW にとかで気軽に突っ込まれちゃうので攻めづらいんですよね。ただ上からいきます、投げ。いやー、来た、シェスクラッシュカウンター、バックステップ。おー、投げを誘ったいい後ろ下がりでした。なんとか取り返した。今2回刻んだんで、はい、あの当て投げを逆に後ろに投げられちゃうっていうリスクをなくしたんですよね、うん、で距離を作って地道に削る作業に変えたんですけど、それがめっちゃ良かったです。腰を落ち着けてドシーとした展開でももちがなんとか取り返しました。ドグラは連携を組み立てて画面足へとももちを押し込んでいきます。やはりかなりじっくりとした展開、ここまでやはり残り30秒ぐらいで決まっている試合多いですよね。やっぱお互いね、焦る必要はないって思いながらやってますよね。ももちは画面足から脱出するために技打ちを増やしていきますが、ここでアックス、最後アックス、空中ヒット。あ、いいダイブラスト、下がっている。あ、会社の読み合い、ドグラ立つ。さらに画面足の攻めを展開。ももちは V トリガーがあるんですが、やはりダメージに変えたいところ。当然ドグラもそれを分かっていますから、中足の周りの外にいようとしています。そうですね、位置が入れ替わった。中足やはりしっかりとガード、そこに対して今度は投げ。ここでガードの上から発動していくのはももちです。ゲージも3本溜まりそうな状況ですが、入れ替える EXW に噛み合ったか。そして割り込み、めっちゃ噛み合うや。画面足ドグラっぽいな。ももち、うまいぞ、ダッシュを止めた。あー、そしてしっかり持続を重ねて、これはフィニッシュできないと判断しての大きい攻め、ドグラが勝ち切りました。ついにドグラが、まあ、欲しかった勝ち星を手に入れましたね。そうですね、はい。